はい、今回もボイストレーニングに関して質問をいただいていますので、それについてお答えしていきたいというふうに思います。で今回の質問は簡単腹式マスターの本編の方に関する質問なんですけれども、腹式呼吸で手を後ろに組んでいる時の体勢について、後ろ手に組むときは肩甲骨を狭めるということですが、肩甲骨が狭まるようにと思ったら背中に力が入りがちになります。その後ろに回した手ですが、手を下斜めにまっすぐ伸ばしてギュッと肩甲骨が狭まるようにするのでしょうか。どちらかというと少し肘を張って肘同士が近づく感じでしょうか、という質問をいただきました。ありがとうございます。で、この肘に関してですけれども、手をまっすぐこうグッと伸ばしているというよりは、肘は楽だ、手まっすぐ手を伸ばしてギュッと肩甲骨が狭まるようにするのか、どちらかというと少し肘を張って肘同士が近づく感じでしょうかってありますけれども、まあ、どれも間違いってことはないんですよ。ポイントは要するに肩甲骨そのものが動かせるようになっていけばいいので、手の状態、肘の状態っていうのは、それはどちらも力が入ってないっていうことがまあ理想なんですね。でなかなかね、その肩甲骨だけをふんふんってこう軽く動かすっていうのって、最初慣れない方はどうしてもこうなんていうかな、きっかけをつかまないと動かしにくかったりとかするんですけれど、理想的には肩甲骨だ、手を後ろに持っていかなくても肩甲骨だけをこうクッと持っていっても効果は同じなんですけれども、なかなかその感覚っていうのは最初はわからないので、手を実際こう後ろに持っていって肩甲骨をっていう風にそのきっかけを作ってますけども、その時に肘同士が近づくっていうのはちょっと良くないかなと思いますね。で手をまっすぐこう伸ばした状態でこうギュッとするっていうのもあまり良くないですね。後ろ手に組んで肘とか腕全体は楽にして、肩甲骨だけが動くっていうのが理想。ただし、さっき言ったように肩甲骨だけを動かすっていう感覚が最初分かりにくい場合が多いですから、腕を使って肩甲骨をこうつられて持っていくような状態で、その時に腕全体の力はあまりない方がいいんですね。で肘が張るとか手をグッと伸ばすとかっていうのは力みやすいじゃないですか。だから手をこうピーンと伸ばすとか肘をくっつけるとかっていうのはあまりしない方がいいと思いますね。むしろ肘もこう手首もだるだるというか楽な状態でこう取り組まれてほしいなということが一つと、今回いただいた質問にあるんですけど、肩甲骨が狭まるようにと思ったら背中に力が入りがちになりますって、書いていただいてますけれども、これもさっきのね言ったことと同じで、肩甲骨をこう近づけようとすると、うーんとかこう背中腰みたいな感じでこうギュッてなりやすいと思うんですけど、それもその力みがないようにしていくっていう方が良いじゃないですか。だから最初はねいいんですよ。だから最初はそのきっかけ作りとかよくわかんないなっていう感じでいろいろ試行錯誤されてみてください。ただし理想目指すべきところはこう肩が、肩の骨だけがこうふんってこう、それもギューじゃなくってカクンとこう動かすれば最高なんですけども、それがねもう何遍も言ってますけど、その最初よくわかんないよっていう風になると思うので、そのために腕をこう使っているだけですから、最初はこういろいろやってみて、例えばその肩の状態とか腰の状態とかそういうのをいろいろ確認しながら、例えば後ろにこう持っていった時にもこうなんていうの、自分が後ろ持っていって肘はどうしなければいけないとか、手首はこうでなければいけないとか、そういう細かいところはちょっともう頭考えずに、肩甲骨が楽に動くにはどういうふうにやればいいのかなっていうような感じで、いろいろたくさんこういろんなアプローチをされてみてほしいんですよ。そうすると、あ、こうすると楽なんだなっていうふうになっていったら、それはあなたの正解になりますから、
余計な力みがない。そして肩甲骨だけがふーっと楽に動かせる。これをね目指して、いろいろ試行錯誤、ちょっとめんどくさいとか大変っていう風になるかもしれないんですけれど、それが後で全部その自分の歌声が良くなるための資産になりますんで、ここをこういう風にした時ってこういう風になったよな。それはすごく大事な後で使える自分の資産という知識になりますから、いろいろちょっと試行錯誤をして、めんどくさいって言われるかもしれないですけど、それはいろいろ考えてみて、とにかく力入れない、力まない、楽で、肩甲骨というこの大きな骨だけがと動くっていうのを試行錯誤して探していっていただきたいなというふうに思います。